赤コーナーよりマスクド・ウミウミ選手の入場です。入場してまいりました。ちょっと久しぶりな気がしますが、マスクド・ウミウミ見参であります。私の名前はマスクド・ウミウミ。さあ佳境に入る桃鉄、現在第2位であります。マスクド・ウミウミ。青コーナーより大丈夫かな。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。青コーナーより桃太郎電鉄 V 選手の入場です。さあ入ってまいりました。ハルマゲドンは今回も炸裂するんでしょうか。11年経過したところでもう何度世紀末が訪れたか分かりません。さあ現状2位というところであります。マスクド・ウミウミ選手が第2位、1位が犬山となって、犬山無双が続いているという状況ですね。まあ、ここをなんとかしないといけないんだけれども、はい、エンマが少しこう、もしかしたらここから巻き返してくるんじゃないかみたいな動きを取っているので。そうでした、まあ、ここは置いてかれないように気をつけないといけないなと思ってるけどな。そうですね、もう2週間経ったのかって。ありがとうございます。よっしゃ、行くわ。放送が休みのはずなのにって松竹さんから。ね、ウミウミは今週はやろうみたいになったわけです。さあ可能性はありますね。農業物件また買い占めてるし。うん、そうなんだよ。だからもうこっから巻き上げる気満々だぜっていうような動きを醸し出してるんだな。さあ実況山田大輔でお送りしてまいります。12月はこれは13年目です。そうだよ。そしてバブルっていう割にはあまりバブルじゃなかったんだよな。そしてどこ向かうんだっけか。そうですね、2週間ぶりなんでちょっと忘れましたね。どこ向かうんだ、ちょっと。あ、そうだ、いけるかな。で、あれだよ、なんかすげえ進めるカードすも使って、はい、とりあえずキングボンビーかなんかをこう回避しようとしたんだよな、確か九州から来て。そうだそうだそうだ、思い出してきたぞ。で今の目的地がどこだ、どこでした。ん、どこでした。13年目ってことが分かりました。だから20年設定なので残りがもう7年ということになります。佐渡でしたねって。ありがとうございます。佐渡か、よく覚えてらっしゃる。ありがとうございます。よし、あ、そうです、佐渡24マスです。カードもね今思い出そうという感じですね。うん。さあチャンプへ向けて、あ、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。あの結構カクカクしてます今。しているのかな、大丈夫かな。ちょっと進行形がもう全然ないんだよな。そうそうそう、リニア使ったのな。実況の人はマスクかぶってないのかって。そうだ、かぶればいいんだよ。あ、私もかぶればいいんだ。マスクド大好きになればいいんだ。意味がもう分かんないですけどね。まあ、あ、まあそれが、まあ、マスクド山ヤンマでもいいしな。あ、そうですね、どっちかって言ってその方がいいかな。カード交換でオレンジか何か進行形欲しいですね。そうなんだよ、それでなんか進行形も確かエンマすげえ買い始めてたような気がするんだよな。もう行って大丈夫か、まだ。あ、ちょっとじゃあやっぱりウミウミさんの手元のモニターだけを使うことにします。
はい、こちらの方はもう大丈夫です。はい、では行きましょう。ていうかこれに佐渡までって書いてんだもんな。そうですね、24マスね。さあ5です。よし、カード系プレゼントカード12月に使うやつか、これ。もう今12月なんで、あと2マスなんです。今犬山にキングボンビーがついています。1でした。いやー、こうやってまた神がかってんだよ。パラレバカード、そしてキングボンビーです。これね、ゴールしないと大変なんですよね、犬山は。それまでが苦しい。犬山無双もここまでか。お金です、お金です。5億4,080万。さあ、いよいよ苦しい状況になってきた。これは次でゴールしないと犬山はマイナスになる可能性があります。物件を売らなきゃいけなくなる可能性があります。エンマです。怖いね。エンマはまだ岡山です。怖いよ。エンマはまだ遠い。怖いよ。犬山はとにかくゴールを目指すしかないという状況になってます。怖いよ。そうですね、怖いですね。怖いよ。いや、最後まで何が起こるか分からない桃鉄です。皆さんコメントたくさんありがとうございます。さあ、マスクの超人19マス。いやー、次のターン5を出したら6進める、奪う。ああ、6、そうか。ああ、そうですね、刀狩り使えばいいんだ。そしたら、まあとりあえずちょっと近づいてから彼の動向を見てだな。ただあの、そうですね、あと1回でゴールする可能性があります。刀狩りとか向こうを守ってたらここに位置進めるカードがあるんだよ。捉えたらまずいな。ああ、確かにですね。よし、行くぜ。とりあえず今近づいとこう。行った。3。お、ちょっとここでカードです。増えてきたぞ。刀狩りカード。刀狩りばっかじゃねえかよ。どうすっかな。プレゼントカード、このカードを使ったと自分が持っているカードを誰かにあげることができます。これはいらないな。ちょっと刀狩り2つ持っとく。刀狩りを2つ持つということになりました。さあ、1です。どうだ。1だー。神がかってんな。まだまだ無双は続いていた。なんなんだよ。犬山佐渡に到着。キングボンビーからはこれで離れます。だから2倍だ。キングはエンマです。犬山全然じゃん。キング1回2回ついたくらいじゃまだまだだな。バブルで収益2倍でしたね。9億でした。さあ、次の目的地青森です。今ね、海はね、バブルの恩恵あんまり受けてないんで。さあ、犬山がこれは全部買うのか。全部買います。隠し金山も買いました。いやー、マジかー。金山取られたー。買い占めです。そう、しかも近い青森ね。いやー、もうマジで犬山無双止まんねえ。いやー、一瞬犬山無双もここまでかというところはあったんですが、金山取られたー。いやー、これでまだ犬山の周囲は動かないってことになります。金山行ってます。やばい、金山取られると資金で負ける。いやー、マジかよー。さあ、エンマにまたキングです。さあ、なんだ。ん、あー、来た来た来た。デビルのやつだ。デビル、リトルデビルカード。怖いよー。これだから5つくってことですね。これはひっくり返す、難しいな。いや、ほんともう無理だ、これ無理だわ。もう戦いは後半です。で、犬山青森近いでしょ。そして近いですね。犬山が今一番近いですね。その間エンマにはもうデビルだのリトルデビルなどがついています。金山って佐渡以外にもあるが、それにかける。佐渡以外だとどこだ。金山青森じゃねえわな。ないでしょうね。甲府にも金山。ねえ、皆さんありがとうございますね。一応、いやー、犬山やべえな。今回も出しておきます。皆さんが監督です。いろいろぜひコーチングもお願いいたします。キングボンビーついても全然じゃねえかよ。
まあ、限りが見えた矢先でしたね、ゴールにたどり着きました。5億とか取られても結局バブルで10億近くゴールしたから全く意味ねえんだよ。あっという間に復活しました犬山です。さあマスクド超人は青森まで26マス。ちょっとでもいいや、進んどっかとりあえず5です。クレジットカード、クレジットってなんだっけ。いや、まあ、8回払いで利権が買える。クレジットカード捨てました。さあ犬山は特急カードを持っています。早速青森へ向かってレッツゴー。11、マジかよ、もうあっという間に近づきます。さあ犬山のラッシュです。もう買収とかいらねえだろうよ。買収カードでしたね。さあまだ海から、これようやく関東に入ろうかという記事だ。エンマは、あ、そっか、犬山のキングボンビートの旅、特急かオレンジ。あ、そうですよね、刀狩りあるんですね。意地悪カード、エンマです。さあエンマがこれまた1億です。いやー、キングボンビー、こっからだ。さあさらにキングボンビーです。怖いよ、やめてあげて。反撃ムードだったエンマがここでまた落ちていくのか。やめてあげて。6億円やめてあげて。エンマの V 字回復は夢と消えました。やめてあげて。プロ野球チームを打ってしまいました。やめてあげて。一瞬の歌方の夢だ。さあ決算です。ブロックカード持ってるかどうかまだ知らない。いや、ブロック持ってたな。貧乏神のせいで収益 0%。 0% マスクドで続いた時に行ったそうだよ、そうだよ。沖縄の買った瞬間でしょ。そうでしたね。そうだよ、収益高いって言って買ったんですもんね。そうそうそう、 100% のやつがゼロになったんだ。そうなんですよね。さあこれ、ね、やばい、やべえですね。犬山止まらず、2位のマスクド海海選手もまあ変わらずということになって、もう3位4位はこれね、また交代します。無理だろ犬山、81億。もう常にキングボンビーついてないと無理だろこれ。3位と4位が入れ替わります。13年を終えました。キングボンビーで野球打ったのでかいな、エンマやっぱり。そうですね。あと7年で稲山を落とすのは難しいなということで、これはでもセーフティーリードですね今のところは。いやもう無理だよ。でも本当にそのまたボンビラス製に連れてかれるぐらいのインパクトないともう稲山無理だよ。そうです、ほぼこれ上はマスクドが1個ありましたね。ガラスコーブ来た。1個ポツンと長浜の2億円のガラスコーブありました。ちくしょう、中華飯店すら犬山の方が上だぜ。そうで、中間で2つ目、横浜ですから。さあ、地域王はちょっと増えたな、地域マスクド3つ取りましたよ。おう、ね、よし、もうマスクド対犬山の一騎打ちという様相です、これだけ見たら。甲府で金山ね、頑張る、ね、よし、頑張るぞ。もう上昇させてるのは2人だけです。怖いわ。さあもうこれマッチレースですね。いやわかんないよ、だっていろんなもの食らってるからね海海は。まあそうですけど、ただ木下エンマはもうちょっとこれ難しい状況かなと。いや、こっからキングボンビー使ってボンビラス製連れてくる。経済ニュースの時間です。去年から続いていたバブル景気はどうやら終了した模様です。これからは穏やかな景気となることでしょう。ほらバブルも犬山に向いたよ。こういうとこそ地道な努力が一層大切かと思います。オーナーに買ってすぐ売られる野球チームかわいそう。以上一番新しい経済ニュースをお伝えしました。これ犬山はウハウハして終わったじゃねえかよ。結局バブルも確かに何これやってきました。各社対抗トンネル掘りで対決しちゃうじゃんレース。ダンダンダンパフパフダンダンダン、司会は私もはやおなじみ戦うパーソナリティショッカー王のかっこ恒例です。これなんだな。ルールは簡単、サイコロ振って一番最初にゴールした電鉄会社が優勝。では早速レースを始めましょう。
今回のレースはまずポールポジションを決める戦いがあります。サイコロを3個振って合計の数が多い人からスタートします。ではまずマスクド電鉄さんから10、うん、続いて犬山電鉄さん7、キジター電鉄さん7、エンマ電鉄さん9、これは珍しい、犬山社長さんとキジター7で同じです。もう1回です。あ、まあ、2人ね。あ、これは珍しいって、海目が10なのが珍しいって言われたこと8、キジター電鉄さん12、今回のスタート順が決定いたしました。第一コースはマスクド超人さんです。エンマ、キジタと続きます。ショッカー王の笑いそして犬山社長さんです。ご覧のコースで行います。ただね、サイコロ運ないからね、海海はね。それではどなた様も一生懸命トンネルホリホリスタート。マスクド電鉄さん、サイコロしてください。ほら、ほら意味ねえんだよ、ほら意味ねえんだよ。さあスタートしました。エンマ電鉄がまずこれ4進んでリードを奪いそうです。さあそして岸田はどうか。マスクと電鉄全く意味なし。さあ岸田電鉄が6で、さあこれは外からかわしそうであります。先頭に立ちました。さあ犬山電鉄はどうか。スタートを切ります。6です。さあ犬山も一気に6進んであります。現在先頭争いは吉田と犬山という状況。マスクド電鉄現在最下位。さあここで4進んできました。もう無理だよ、絶対無理だよ、帰る寝てんじゃねえよさあエンマはどうか。エンマは3進みますこれではちょっと追いつけないかさあ吉田と犬山どちらがまず先手を奪うか、そんな感じです。序盤戦、吉田が一番最初に岩盤にぶつかりました。さあここからが勝負であります。あ、トンネルホリホリ、犬山も岩盤に到着です。とりあえず岩盤に、まずは岩盤に到着できません。さあエンマ電鉄エンジン全開なるかどうか。9です。一気に進みます。岩盤に到着であります。サイコロ2個振って合計8を超えないとダメということです。さあ木下は残念、岩盤崩せず。さあ犬山電鉄8です。岩盤くらえてゴーゴーゴー。もうやっぱ盛大に岩盤くらえてきました。さあマスクド電鉄はまだ到達していません。岩盤の前でありますようやく今到達です。犬山無理だって、やっぱり先頭は犬山であります。こんなとこですらこうやっていってんだよ。さあエンマ電鉄も岩盤を砕いていきました。2番手で岩盤を砕いてあります。続いて木下です。木下はどうだ、木下はどうだ、木下もこれは岩盤を砕いた、砕いた。さあ3人が前に行きました岩盤を砕いています。さあ犬山はさらに5マス進んでいきます。犬山が先頭であります。順調に順調に進んでいきます犬山です。追いかけるのはマスクド電鉄。さあ3だ岩盤壊せずさあエンマ電鉄追いかけていけるかどうか。ちょっとこれは岩盤を壊してからが進めなかった。さあそして木下であります。木下が一気にこれはスパートをかけます。木下が犬山に追いつこうかという構えであります。さあ犬山どうする。犬山がここで4で引き離す。突き放すのは犬山であります。さあ犬山がいよいよゴールが近づいてまいりました。その間にまだまだ一つ目の看板はマスクの海海であります。海海はまだ動けない。さあエンマ、エンマが6進みます。わーい、さあエンマのスパートです。木下はどうか。岸田、ここで岸田がちょっと疲れが見える。さあ犬山です。その間に犬山が逃げる。犬山もここでちょっと止まった。さあゴール目前犬山止まっている。その間にただ一人、ただ一人取り残されているのはマスクの海海。ようやくここで現場を岩盤を砕いてきました。ここから挽回はやや苦しいか。さあエンマ逆転目指してエンマであります。エンマはどうだ、 5だ。さあどうだ、絶対ベリッケ内からエンマ、内からエンマ、どうだ、ゴールだー、エンマ逆転、見事エンマが1着、臨時収入5億6000万、エンマ逆転、内から一気に内を救っての見事な勝利でありました。マスクの超人は大差負けであります。5億ました。でちなみにね、今エンマさん近いのかな、一言ご感想いただけませんかね。もう何の話かな。
まあ、エンマ遠いから一旦刀狩りするかな。差し切ったって。ありがとうございます。ねえ、エンマすごかったですね。出来レース。この人出来で美味しい。もうね、もうみんな大爆笑ですよ。ありがとうございます。ねって、もうだいぶ取り残されましたもんね。あれは無理だよ。もう諦めたよ、途中から。ちょっとじゃあ、刀狩りで、もうあれですね、万栄競馬でいうともう坂を一頭だけ上がれない馬ですもんね。ブロック持ってねえ。よし、お持ってないですね。犬山、このカードを使った場所に他の車掌さんを電車ごと集めてしまう。サミットカードですね。すでに買われてる物件、サイコロに限り気に入らないときもう一度振ります。進行形かい、これやっぱり。オレンジ特急がありますね。オレンジもらっとこうかね。いや特急かな。迷っている。特急、特急行った。さあ犬山は5を進んで、残りマスがもうわずかでした。さあ木地田3進んで上野です。キジタはまだ上の。あーみんな、やさオレンジだろ。すいません、特急買ってしまいました。さあエンマでしょうね。だって皆さんはだって海のサイコロも知ってますからね。一級入魂じゃダメだろ、オレンジじゃないと。さあエンマ厳しい戦いが続きます。さっきのもらった5億が一瞬にしてなくなる。そうなりますね。いやでもよかったよ、犬山じゃなくて。とりあえず4億5080万。いやー苦しい戦いになったエンマです。どうせ特急で5とか出すんだろう。いいよ、特急で5を出してやろうじゃないか。特急で5を出してやろうじゃないか。見事に、畜生見てろよ。さあ5月いくぜ。あと何マスでした今。21マス。いくぜ！特急です。ゴー！近くまで行きたい。どうだ？ 10！ 意外といったな。カード！カードです。クレジットカードです。いらねえんだよな、別にな。さあ、犬山、1です。あと2マス。あるいは3マス。青森はゴールにつける確率が高いということになります。ちょっと6進めるカードも取っておくか、刀狩りで。エンマカードがもらえます。千載一遇カード、なんかすごそうなカードだな、千載一遇。さあまたキングがエンマに襲いかかる前に。レブルにやられました。広島の水満やお好み焼きや、また農林以外全部なくなったですね。あでもよかったな、キング終わりました。貧乏神に戻ってくれました。あ今回も猛威を振りましたね。いややっぱエンマかわいそうだけどな、しょうがないわ。目的地まで1から9マス以内のところに飛べる使えるカード、蹴るカード。あ、潜在一遇が、潜在一遇がそういうやつなんだ。じゃあ、はあ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 、カード交換カードにして、カード交換カードを使いました。エンマで潜在一遇カード、目的地に限りなく近づくことができる。で、海海はクレジットカードを交換します。あ、交換ですね。うん。
閻魔社長がクレジットカード、マスクド超人が潜在一遇カードを手にしました。その間にさあゴールを目指す犬山ですが、ゴールならず。よし、さあ犬山連続ゴールへ向けて、もう間近ではあるんですけれども、何かがあるんでしょうか。ここからナスについた生地だ。お、買うか。釜飯屋と温泉だ。買いました、釜飯屋と温泉を買いました。生地が少し浮上となるんでしょうか。これから富山に着いた閻魔社長ですが、これは買えません。閻魔、まあ、は依然苦しい戦いです。お、デビル消えた。デビル消えましたね。ボンビーがついています。捕らえる。かわいい動物を捕れた。ああ、これは何の男だ。怖いよ、なんか来た。動物じゃねえ、 ロボット。ノーリンを食べる。弘前の水田、なんということでしょうか。犬山次6使ってゴール確定。あ、じゃあ犬山から6マス取る。6のカード取るわ。刀狩りで6取ってやるぜ。7月です、残り11マス。刀狩り使って稲山の6進めるカードを、これを取る。稲山の6進めるカードを奪います。もう一枚どうぞとおっしゃってる。マジでいいの。ちょっと待って、したらさ、オレンジだよ。オレンジカード。わし。なんと2枚。すげえもらった。さあ、犬山はその間に、6だーゴールなんでよ、めんたくゴール無理、マジ犬山も無理だ自力で6出すんだもん。犬山無双止まらず、なんたってカードどうぞどうぞの作戦です。余裕たっぷり。ブロックカード持った。ブロックカードを手にしました。いやー、もう無理だわ。本当に犬山止めれる気がしない。犬山ノンストップです。新しい目的地釧路、これも近 い, いやー、これも犬山が今一番近い。23億です。シェルターを築くか。いやー、もう犬山無理。本当にシェルターを森に築きました犬山です。そして全部これ増資ですか。いやー、全部増資。いやー、強い犬山無理だ。ダントツの首位です。無理やべ。キジタもエンマも、もう全くもってこれは届かないのか。お、ワクチン、エンマワクチンカード。いやー、ほんと独走ですね。もう無理。そしてウビウビもこれ2位はもう今のところ硬いという状況です。サイコロで出しちゃうもんね、6進める取っても。そうですね、あれは無理だわ。あんなに嫌がらせしたのにね。無理無理無理。うん、オレンジが何回使えるか次第だなって。いや、それかね、釧路がもしいい場所だったら、ちょっと今潜在一遇使ってみようかなと思う。はあ、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 で、1、5、6持ってるから今進む。あ、違う、1と6か。何よ、もう嫌なんだけど。ニュースをお伝えします。南の海で発生した台風は日本列島を目指して毎時40キロのスピードで北上しています。九州やられんでしょ、海がやられんだろ。各地に大きな被害を及ぼすものと思われますので、十分ご注意ください。やめてー、台風です。やめてー、やめてー、やめてー。これは鹿児島だ、鹿児島です。やめてー、キャー、こちらは現場です。もうまた言わせんのか姉ちゃん。台風にスカートはねえだろ。キャー、キャー、台風がこれからどこへ向かうのか、キャー、全くわかりません、キャー、キャー。あー、もう絶対熊本です。もうやめてくれ、博多です。
下関も行った、萩も行きます、さらに北上、今度はどこだ、九州、今度はどこへ行くんだ台風、マジやめてくれよ、何をめがけるんだ、やめろよ、海を通過し、やめてくれよ、新たな陸地へ向けて、やめろ、秋田だ、秋田です、やめろ、弘前、やめろ、青森、結構海に関係してんだろこれ、通り抜けてきました、各地で猛威を振りました、かなりの被害が出た模様です。鹿児島、熊本、博多、下関、萩、湯根山の萩焼き物屋、秋田、弘前、マスクド電鉄の水田、まあ、青森、シェルターがあるので台風の被害を受けずに済みました。あ、全然じゃん、被害総額マスクド電鉄750万、でもやっぱりマスクドと湯根山だけなんだな、さあ釧路まで31マス、じゃあ釧路を見ていい場所、そうシェルターはね台風も防げんだな、なんか先ほどね犬山の進行形カードを奪ったのは良かったかもしれんって書いてくださった方もおりました、うん、ありがとうございます、まあ確かにブロック持たれる前だったしね、釧路カニ漁船団航空いやでもここゴールしたとしてもあんまり買えねえな、10億がのねパルプ工場が2つ、そうね折り返しに使った方が、だから今まだそんなに遠くないから一旦オレンジでね、一旦オレンジ、オレンジカードを使いました、8です、よしよし、ちょうだい、ダビングカード、あ、なんか増やせんのかいこれ、さあ犬山は一番近い6です、北海道上陸、マイナス360万、キジタ4です、キジタまた海に行かなくてはなりませんあっち行ったりこっち行ったり、エンマ6です、小淵沢、あ、エンマも海から行こうとしてんだ、ああそうですね、うん、きっとね、これボビー、ただこれはあ、ぶっ飛びだった、ぶっ飛び、ぶっ飛びカードを手にしました、やべえ、これはエンマ一つ逆転のチャンスというのもあるかもしれません、ただ現状これ全体的に見ると犬山とマスクド海海のマッチレース、あるいは犬山独走、まあ犬山独走でしょ完全に、これはもうもうね、これずっとこの後キングボンビーずっと引いたって、多分もう実りの秋を迎えましたが、今年は冷夏に見舞われお米はデンジャラス不作です、さらに新潟のお米はいもち病にやられてほとんど全滅です、マスクド電鉄は7200万、おいさマジでマジでね、皆さん本当に本当に今日って書いてある、今日って書いてある、ほら、ずっとこうなの私ずっとこうなのっていう顔してますな、あの今日ってついた人いい思いしたことないよ本当に本当に共作ばっかだな、割とついでに地雷物件こればっかりよ、ずっとこればっかりなの私だからこれでとりあえずオレンジ作っとくよ、ほうほうほう、ダビングカードで今のとこにね、今のうちにこう、あ、あれ、そうか、あの進行形かこっち形かでよって変わってくるんだ、まあでも潜在、じゃあ潜在一遇かな、ああそういうことになりますか、うん、そうか、じゃあ潜在一遇、潜在一遇カードがこれで2枚になりました、うん、まあ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 悪くはない、犬山6を出しますね、小樽です、で小樽買うんでしょ、でさあんた、まとめがいい、タレント記念館5億です、無理やって本当に強い犬山、ヤンが聞こえます、いや強い、
もう無理だよ。ただただ強い犬山。もう無理よ。だって犬ビルとかもあるしね。そうですね。ビル持ってんだもん、あの人。はぁ、あ、マジ無理だ、ほんとに。うん、まあ、プラスです。これも無理でしょ。犬ビルで輝いてますね、犬ビル。マジ、あれ犬山じゃねえ、ほんとに。くそ。まあね、今のこの状況、本当完膚なきまでにというね。犬山社長、名古屋犬山ズが日本シリーズです。まあ最悪、いつもこれ勝ててないからいつもいいんだよ。なかなか勝てない名古屋犬山ズです。さあ試合が始まります。札幌土産コーズとの日本シリーズです。ここまで来ると実業家だよな。2点先行札幌。そうだよ、犬山実業家だよ。序盤、あと3点追加札幌です。5対0。名古屋犬山座苦しい終盤です。5対1になりました。1点返した。 4点です。5対4。ですが届かず、土産コーズ、札幌土産コーズ優勝。名古屋犬山座またしても敗れました。勝てねえな犬山。終盤よく追い上げたんですが1点届かず。マジ犬山佐久間だわ、本当に。追いつかない程度。これ33対4だな。いやー、日本シリーズの33対4っていうのはね。阪神タイガースと千葉ロッテマリーンズの伝説の日本シリーズっていうのがありました。これでもまだみんなさ、こうやって海行こうとしてるから、一旦ちょっとまだオレンジ温存しとくかな。5です。カード売り場。ブロックちょっと持っときたいね。ブロックカードを買いました。オレンジと特急どっちがいいかな。さあ監督コーチどうですか。まあでもオレンジかな。オレンジカード買いました。ぶっ飛びも持っとく。まあでも今潜在一遇あるから、とりあえずオレンジもう一枚か。そうね、オレンジ。まあそうですよね、うん、ずっと急行で行くってことを考えると、うん、かなり有利になりますね今後は。ぶっ飛びってあれなのかな。 あ、進行形か。進行形ですね。桃トラマンね、嫌だったよあれも。ゴジラ、うちのだけ燃やしたの。ドジラ、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 そうでしたね、ドジラ、ドジラもそうですね。海海海のやつだけを狙いましたね。誰やったっけね、桃トラマン使ったやついたんだけど、あの派遣派遣者やったからな、秒で食い気味に言えってやったからな、あれな。まあ今でも、まあとりあえずとりあえずこれでいこう。さあ犬山、うん、これも6だ。もう犬山さんよ、1290万プラス。もう無理だな犬山さんは。もう止まらない犬山3連勝へ向けてです。木下はちょっとかわいそうに見えてきます。あ、エンマじゃなかったって。そうか、エンマか。エンマ3です。お、フェリー乗り場に行きました。エンマ、何かもらえるか。おー、いいな、こういうの全然もらえないんだよ。潜在一遇カード。エンマ潜在一軍ばっかだな。潜在一軍取ったのに。だからこれ思えば、だから潜在一軍こいつから取ったのに。チューブカード、取った。なんとなんと当たりました。だからエンマから潜在一軍取ったけど潜在一軍当てちゃうし、稲山の1じゃ6進める取ったのに6進むし、結局海海の行動はほぼほぼ意味ないことばっかりになってんだよ。なってますね。おう、そのくせ凶作とか出るしさ。11月です。何気にいいカードゲットしてるなっていうことで。そうなんだ、エンマさんよ。さあどうする。オレンジ、オレンジカードが3枚もあります。マスクダ超人
オレンジ8です。赤い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 けど、どうする？赤いけど今でけんだよな赤。うん、こうしとこう。カードです。イレザーカード。一息潰すってどういうこと？一息丸ごと潰せる。ブロックカードも効かない。一息潰すってどういうこと？これ例えばだから今そばに青森ありますけど、青森を潰せるってことですか？でもシェルターはあるけど、ちょっと特製例いいか。これ他の人の借金も結局帳消しになってたしね。ずっと持ってるけど、これ一旦いやー、うん、特製例、特製例を捨てました。オレンジカード一つ使い切ったようです。いやー、またこれだ。これで結局半額取られたもんな、この間も。あーっと、スリの銀次、ほらー、お金半分、3億6410万うめえばっかだよ、こんな。なんなんだよ、マジよ。ユネムが少し戻りました。プラス820万。独占潰しできる。いやー、マジかー。カード、剛速球カード、エンマ6です。プラス、もうさ、1260万。ボンビーこそ頑張って下げてるけど、それ以外全部食らってんだろ。くっす、くっす。いやー、もう佐渡の物件イレーザー使おうぜ。あ、そうか、金山だから。よし、イレーザー使おう。イレーザー使うよ。さあ、イレーザーカード使います。まさかあの男を呼ぶのですか？呼びます。I'm Armand Schwarzenegger. Armand Schwarzenegger. I'll be back. あ、選べねえ。選べない。選べねえのかい。シング。犬山です。あ、シェルター廃棄処分。うん。サンマー寿司屋が、そしてメハリ寿司屋。いやー、選べねえのか。新宮のもの、吉野杉林。まあ、農産ね、農林。あ、農林多いんだ、ここ。だから新宮の独占が崩れたということになりました。トマムにですがついた犬山。サブ行ってほしかったね、でもね。あ、そうなの？何気に今海目が一番遠い。あ、そうなんだ。やべえ、余裕ぶっ壊れて使ってる場合じゃなかったとしわれてねっか。プラス1150万。記事、やべえ、オレンジ使う。オレンジ2です。カードがもらえます。めちゃぶつけカード。クレジットカード捨てました。エンマです。何気に今ちょっとカード、もしかしたらカードを買いました。カードだんだん溜まってきてんだよな、この人。潜在一軍を捨てました。もったいな。キジタ5か4と1でゴールした。あ、そうなんだ。やばい、ちょっとカード使いすぎてた。今4月です。日本中の駅が真っ黒になって、どこがどこだか分からなくなりました。なんという世紀末、混迷の世紀末。皆さん慌てず急がず目的地目指してください。黒くなりました。目的地は変わりません。オレンジカード。
いや今の近づきたい。この時期のマイナス嫌なんだよな。これマイナスじゃなかったっけ。マイナスだったよ。これはさっき避けたような気がする。マジか。さあこれは大変だ。今 B です。今一番後ろから遠いな。ミュミ、さあ究極の選択になってきた。マイナス15,190枚。これだったら進んどいた方が良かった。犬山6カードです。やべえ、後ろまで 1マスです。遊びすぎた。さあキジタ5マスです。4手前まで来た。遊びすぎた。気づけばこれは今一番遠い指弓。もしかしたらカードエンマ。やめてよ。16分の1。やめろよ。さあどうだ。やめろよ。さあどう。危ねえ危ねえ。いやこれが怖えんだよ。やっちまった。さっき言っとけばよかったね。これはウミウミが今ピンチです。もう潜在一遇使うわ。いった。あのボンビー嫌なんだよ。ボンビー売るからね、買ってね、物件ね。2月何今度。ニュースをお伝えします。寒冷前線の発達で全国各地が厳しく冷え込んでおります。何何何横浜。何何このアイスバンみたいな。横浜は記録的な大雪となっています。この大雪で電車は止まり、車の追突が相次ぎ、街は大混乱です。大都会だけにかなり大きな被害が出た模様です。マスクと点滴のラーメン機械が犬山の中間点。もうさあやめてくれマジで。片っ端からこういう系食らってんだよ今。やめてくれよ本当よ。潜在一遇使った。潜在一遇のチャンスです。ボタンを押して止めてください。潜在八遇。え全然目的地が8マス目まで行くと言われます。近くねえじゃん。全然近くねえよ。旭川より北です。犬山は6。海に行ってしまいます。プラスです。全然近くねえよ。潜在八遇でしたよね。吉田1滑るカード。これ海海は逆にこれは厳しいか。一番遠いのではないでしょうか。キジタは釧路に到着です。ゴーク。エンマです。エンマです。危ねえ。ウミウミではありません。結果的に良かったということになりましたね。ギリギリだから危なかったんだよな。さっきのカードは潜在八遇がセーフだったということになりました。宮崎です。よし来た来たぞ。ここはまた潜在一遇で行くぜ。カニ漁船団を買いました。来た。キジタ。そして魚市場。ホッカブリ寿司屋。まとめて買えよ。上からまとめて買えよ。それなら。さあキジタが少し復活です。いやー危ね危ね。さあ宮崎です。また南へ。エンマ売ります。意地悪カード売って1億でしたね今ね。プレゼントお守りカードを木下に。あここさあ決算です。潜在一遇本当は使いたかったの、使いたくなかったんだよな。まあ、マスクドはね確実に上昇はさせてるんですけどね。でも片っ端からいろんなもん食らってんのも海海だからな。ここでよく頑張って持ちこたえてるよ。カニ漁船団 5% でした。
よかったね、すぐもらってね。犬山マスクの木地田閻魔の陣は変わりません。ほらでも木地田急に来たでしょ、終わっています、ゴールしたから10億ですもんね。ただ差は10億ありますね、まだね。10億すぐよ今は。まあそうですね、すぐなくなっちゃうんだから。これだからちょっと2位3位争いっていう状況になってきましたね。カニ行船団持ってますからね、やっぱり木地田。あ、マスクの名前消えましたね。地域もこれちょっと、これ犬山が一つ、いやさっきと変わってないですね、変わってないですね、ごめんなさい失礼しました。電卓とパソコンくらいの演算能力の差が出てる。あ、木地田が追いついてきているのがよくわかります、今のグラフです。よっしょ、あった、潜在一遇、潜在一遇じゃ。さああともうこれ5年6年ですか、これもうさ抜かれることはあっても犬山にたどり着くことはないでしょ、もう。もう潜在一遇使いますけどね。潜在一遇を使って宮崎の近くに行きます。ドゥ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 。さあどうだ、潜在一遇4マス目のところまで行きます。でもだからさ、南あんまり欲しくないんだよ本当は。宮崎はでもリゾートあるでしょ。でもまたどうせ台風来るんだから。さあかなり近づきました、マイナス1780万は犬山。てるてる、木地田も海へ。本当はね1か6かで止めたかったんだけどね、4進めるカード欲しいな。エンマプラスです、1710万。なんかくれ、ワクチンカード犬山にプレゼント。なんで犬山にはあげなくていいんだよ。から犬山と木地田にあげて、なんで海坊にくれねえんだよ。ただここはこのターンはマスクで海見大きなチャンスです。何今度、緊急ニュースです。桃すらが卵を宮崎に産みつけました。やめろよ、今ゴールしようとしてんだからよ。モートラマンに出場してもらわないと約8カ月後に卵が返ってしまいます。モートラマン買ってるんだよ。お前ゴールしても意味ねえだろうよ。これ私たち の先ほどまでロケやってたノースアイランドって番組だったら、先ほどのもう一度ご覧くださいって言ってましたね。モートラマンを買わなかった瞬間の映像をご覧いただいてましたね、リプレイで。ほら、宮崎の街壊滅してしまう。ね、宮崎の街壊滅してしまいます。チーズマンチュー買ってたんですね、チキン南蛮や、サボテンステーキや、カボチャ畑や、ピーマン畑。さあ、皆さん、モモトラマン探しますか。キジタン、キトラマン、いいえ。キジタン、また、またキジタン、かぶせ気味に家を押しました。して、これゴールしようがしまえば海海が一人で行っていいじゃねえかよ。これやめてくれ、これ8ヶ月どうしましょうね。やめてくれ、とりあえずちょっとさ、あ、そうだ、もう分かった、ここでとりあえず1進める使うわ。で、桃トラマンがここに売ってたら買う。あ、売ってればね、売ってる。いや、ちょっととりあえず本当はここで使うものじゃなかったけど使うよ、もうしょうがない。桃トラマン1進めるカードでカード売り場に来ました。ここで桃トラマン買うしかねえ。なんだって、宮崎はもうすでにだいぶ買ってます。桃トラマンカードを買いに1進めるカード。もうやだ、もうやだよ。
ちょっとついでにオレンジもう一個買っとくか。あ、ぶっ飛び買っとくか。ぶっ飛びで、ま、次どこに行ってもいいようにしよう。まさかのモモスラが宮崎に卵を踏みつけるとは思いませんでした。ひどい、ひどいよ。いろんなことが起きます。あ、いやいや、こういう使い方でいいや。出てありがとうございます。九州には魔物が住んでる。もう本当に嫌だ。でも潜水艦カード、あーちくしょう、どうなってやがんだよ本当によ。このタイミングでモモスラ出てこねえだろ普通。あエンマ6です。めっちゃ近づいてきた。エンマ、あエンマがもうこれ来ましたね。星に願いをか。もうやだよ。トラベルチャンスです。これエンマ当たると一気に近く行きます。トラベル来た。ペペペペマン来た。ペペペペペマン、ペペペペペってやつでしょ。いやいろいろあります。さっきもモトロマン買わなかったのがここに来て響いてくると。響きましたね。回収されましたね。さあ5です。モトロマンカードを使います。青トラマンがスタンバイに入りました。でな、出動をどうやってさせるのあれ。まだしてませんね、どうやらね。これどうすればいいの、モモスラ。遅かったのもしかして。もうダメなの。いや、多分準備をすればいいんですよね。で、これから次の月に帰った時に、じゃああれなのかな、出動してくれんのかな。エンママイナスでした。カード買ってきた。ぶっ飛びカードを買いました。もうありますね、モブサラ卵が宮崎に。今卵いたね、今ね、宮崎ね。これどっちにしろゴールできないってやつ、もしかして。よし、マスクド超人さんが青トラマンをスタンバイさせました。はい、どうさせます。青トラマンお願いします。卵を溶かすために出動します。お願いします。さあ岡山を桃から生まれた、飛んでいく、シュワッチ宮崎、ギャーッ持ってった、アウトラマン、やりました、退治してくれました。アウトラマン、なんとかわいい、アウトラマンです。ありがとう、アウトラマン。アウトラマン、ありがとう。アウトラマン、ありがとう。強いぞ、青トラマンくん。ありがとう、青トラマンくん。まあ、すごくありがとう。そして青トラマンくんを呼んでくれたマスクの調理さん、ありがとうございました。よっしゃー、守った自分の街を、自分で守ったぞ。よし、行くぜ。さあ、5マスです。あと5マスだな。ゴー、宮崎ゴールだー。マスクの調理、やりましたー。よし、危ねー。さあ、流れが来たか。あー危ねえ。あー5億5550万、キジタに貧乏神がつきます。どこかな、仙台。いや、ぶっ飛び持ってるから、ぶっ飛び。さあ宮崎でシードム32億。これまとめ買いできないのか。また増資ということになりますかね。よし、いやー、モモトラマンがね、来てくれてよかったですね。モモトラマン、危ねえ。あれ、全部なくなるところでしたからね。危ない危ない危ない。さあ、ゴールは仙台に向かってです。ゴールできねえわ、壊滅するわ、でさ。犬山、近いですね。仙台のところです。ちょっとぶっ飛び使うわ、次。ターが2。せっかく一つ取りましたからね。また犬山にってことはなんとか避けたい。あー、釧路のホッカブリズシア。いやー、これはね、きつかったよ、ほんとに。さあ、エンマです。1。
いやちょっとカード良かったんだよ、ここ何ヶ月かのな流れは。カード大活躍よし、これでぶっ飛びがどこまでいけるか。ちょっと緊急ニュースです。海中からゴジラが出現しました。こんなに怪獣出るかよなんかもう 2,3 ヶ月に1回なんか食らってるんだけど、本当にやめてくれよマジでよ。これは大変です。ドジラに続いてミニラまで現れました。近くの都市に住む方々気をつけてください。これどこ、これどこ、東北だ、東北だ、やめて。秋田を超えた、秋田。あーちゃんどうする、どうする、どうやめて。弘前、青森、やめて。青森だ。よし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 、桃太郎スタジオ、ドジラ青森を襲う模様です。でもシェルターあるから大丈夫なんだろ、きっと。青森を所有しているのは稲山電鉄です。独占している都市予想されるのは6億4千万。でもシェルターあるから大丈夫でしょ。あ、ミミラがあれ弘前行ってますよ。やめろ弘前どちらもシェルター見て叶わないと思ったようです。弘前を襲ったミミラはあの先生のせいで地味に地味に打ってました。結局食らってんじゃねえかよ、打ち出しじゃねえかよ結局すっごい地味に左下で見えない、見えないように打ったんですよ。ちょっとリプレイでご覧いただきましょう。皆さんどちらばっかり見てませんでした。結局よ、地味にね、結局かよ、ね、どちらに聞いておられましたけど、地味にミミラやってんすよ、弘前は。ミミラがもう最後まで打ってるんですよ地味にね。結局全部また海海しか食らってねえじゃねえかよ、もう。ミミラ解放法が存在しない。いや災害しか食らってねえよ、本当に。ああ、もう本当にやめてくれよ。ぶっ飛びカードを使いました。もうやけです。あっと、どこ行くんだ、どこよこれ、なんだ、右下ってなんだ、なんだ、何、どこ、なんだ、グアムグアムに着きましたまさかの海外。消えてーよマスクドウミミグアムに立つ、遠くなったもっとおい、今こう、今すぐマスク脱ぎ捨ててこの場から帰りてーよ宮崎発グアム行きでした。この15年もういろんなこと食らってきたよ。これはもう本当さすがにね、ここ1年ぐらいを立て続けすぎて、してグアム調査に行ってもらって、グアムあるんですね。もう海外じゃないですか。海外ってリラックスしてるって宮崎よりは近づいてるのかもしれんけど、まさかグアムに行くとはぁもうボンビー確実じゃねえかよこれ。稲山プラス1億か。ああ。稲山社長、金山？11億4千万。いやもうやめよ、ほんともう無理だわ稲山社長、総資産100億円突破九州カードを手にしました。無理だろさあ記事とはプラス7千万。いやー、いろんなことがありました、ここ数ヶ月。エンマです。宮崎からマスクドウミウミはグアムに飛んでます。
ぶっ飛びカードで近づくはずがグアム行きです。海外に飛ぶとは思いませんでした。橋から橋に行ってくれ。いやもう無理だろう本当に犬山は。実りなきを迎えてブラボー大豊作です。お米、新潟は黄金犬会が米の収穫に大わらわ。マスクロ電鉄で臨時収入、ありがとう。犬山電鉄は1億以上の臨時収入です。さあいい音楽が鳴っております。何どうしろって言うのよ。リゾート34マスです。グアムだってどうせ、しかもグアムな買えないでしょうよ。全く意味なかったんでぶっ飛び。オレンジカードを使います。いやきつい。急降下4サイパン、グアムサイパン。しかも赤い赤いわーやめてくれー。マイナス5200万。赤いよ。あれマスクドミミさんってサイパン好きでしたよね。いやもう好きだねトレーニングでよくね、あのオープニング映像皆さんご覧いただいてるあのトレーニング映像、あれサイパンですもんね。知らねえよ。サイパンなんて知らねえよ。ちょっと寒そうなサイパンですもんね。シュガー。来たくねえサイパンなんて。キジタです。いやもう何もないだろうと思っていた今日の配信でしたけど、ちょっともう犬山チェンジしたらダメかこれ。もう犬山絶対無理だろこれ。もうエンマがエンマじゃねえし、エンマがエンマじゃない今犬山をチェンジしてもどうしようもないですね。犬山もっとだから変ななんかちょっと弱いやつに変えようぜ。ああ最後のもう5年ですしね。うん、ダメかこれ。いや言いましたっけ、でも犬山より弱いのって。いやだって犬山はずこれ多分犬山よりちょっと強くてもいいよもう。だってこの犬山佐久間だろ。さあ日本シリーズです。札幌ドサンコーズと名古屋犬山はず、今年こそ名古屋。さあどうか。序盤0対0です。風呂に入ってる間に随分おつやムードだけど何かあったの。2点先行名古屋。4点、4対0です。後で6対0になった。さあ悲願の日本シリーズ制覇へ。7対0、7対2、名古屋イネヤマーズ初制覇。日本シリーズ見事勝利を収めました。そうですよね、あのお風呂行って帰ってきたらあのね多分何個かあったきっと。あのグアムに行ってます。何個かあった。その前にもね、あの被害すごい受けてるんです。あのよろしければあの後で見てください。あのめちゃくちゃですから。ちなみにさ、何これ右にも行けんのこれ。ハワイじゃないですか。ハワイか。オレンジ使ったって5しか出ねえし。さあオレンジカード。お11、珍しい。プラスです。2690万。オレンジカード使い切りました。そんな使ってねえけどな。犬山です。ハワイ目的地になると到着2倍。プラス4250万。仙台目的地でグアムってぶった上でグアムに行くというなかなかレアな現象。だってあれ記事だ。東京北に向かってくと思って。南に誰もが目は北に向かったんですか。なんか右下に行ってる。右下に行ってる。綺麗よ。フラノのラベンダー畑マスクロ超人。よし、ありがとう。ありがとうよ。本当びっくりしましたね、ぶっ飛び。あんなぶっ飛び方あんだと思って。こう進めるカードです。確かにここに来てちょっと進行形だいぶ大事だな。19マスになりましたね。ある意味強運って書いてある。まあでもマイナスの意味で運がね、強運ですからね。オレンジカードです。頼む。
11。さあ、あ、ボンビーつく、あとボンビーがつくか、ボンビーつく、ボンビーついちゃう。さあこれは大変だ、せっかくの11マスが。でも誰かにつけれないかな。たまにいい目出たと思ったらこれだもんな。近くいないですよね。でもエンマがいましたけどちょっと遠いですね。なんだよ、せっかくいいの。あ、イネモがいる、イネモがいた。でもすぐつけられるな、きっと。まあいっかも、とりあえず。さあ犬山を追い越して、犬山に今ボンビーがついています。絶対つくけど、まあいいよ。5です。カードは買収カード、サミットカード捨てました。さあキジタ2です。マイナス1億5000万。エンマ3です。プラス870万。ただゴール近いですね。いや近いけどさ、近いんですけどね。8マスです。4出ないとダメなんでしょ。4マス差で、オレンジでさ4出ないってあるんだよね。オレンジカードを使って、さあ残りは8マス。11。どうしよう。さあどうする。カード売り場行っとくか。カード売り場がある。カードだ、カード。9億持ってます。お、新幹線、新幹線カード1億円買います。叩きは高速球カード。他の社長のカード叩きはある。高速球で。でもやっぱりね、さっきぶっ飛び、いやグアム行っちゃったからな。まあでも新幹線めっちゃ買っとく。いやでもさ、サイコロ運ないからこの辺のどっちか行きたいんだよな。でもテレポートって社長選べんのかな。あー、今まで選べなくて、うん、涙を飲んだことが何度もありましたね、うん。テレポートいいなって書いてくださっています。じゃあちょっと新幹線、新幹線の金ボンビー、あ、多分選べる、うん。あ、じゃあテレポート買っとこう。あ、多分選べる。ほうほうほう。テレポート買う。ぶっ飛びよりはそっちの方がいいな。で新幹線もう一個買っとくか。新幹線カードもう一個いっとく。シリーズによって違ったりするからね、細かい部分が。いやーまあぶっ飛びも一回グラム飛ぶことはないと思うんだよ、さすがに。新幹線行っとくか。新幹線、あと一個ぐらい行っときたいな、これな。テレポートかぶっ飛び、どっちがいい。さあテレポートかぶっ飛びか、どっちを買うか。海はギャンブル好きすぎやろ。いやだって違うんすよ、あのサイコロがきちんと出るんだったら新幹線なんすよ。グアム行ったら次はサイファンかもって。あ、まあテレポートの方がそうか。まあみんなグアムに行ってないからテレポートの方がいいのか。安定はするという。じゃあテレポートだな、もう一個。
そうなの。だからサイコロがきちんと出てくれるんだったらこういうカードに頼らないんですけど、サイコロだってねえ、なんなんすもん。ね、新幹線カードもね、全部1出るようなこと考えますからね。もう4ってこともありますからね、可能性として。1、2、3、4とかもありますからね。じゃあテレポートもう1個。あ、もうダメか。もう持ってません。じゃあ、いや、それともなんか売る？あ、まあいいか、いや。オレンジカード使えない切りました。1枚開きました。たった今1枚開きました。俺ダメージが蓄積するのよ、こういうチク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 さ。泣くぞ。言えよ先によ。なんで全部終わらせて俺のターン終わりってやってるから、オレンジカード泣くな。今だから売るか考えようって言ってた時なんだよ、畜生よ。いい加減にせい。犬山 4? ゴールか。仙台ゴール。この人もう無理だ、本当に無理、 120% 無理だ。犬山はもう強いな、犬山。犬山何回ゴールしてんの。ゴール回数半端ないんだけど、言えば富山です。富山、まとめ買いします。まあそうでしょうね、増資です。はい、はい、どうも。はい、はい、どうも。これはマジで崩せる気しねえ。ちょっと犬山ちょっと別な人に変えたらダメ。ではですね、え、ではうん、この次回、はい、来週ですね、はい、多分特番にできるんじゃないかなと思うんです、はい、2時間の、で残りが5年ですよね、はい、どうしたこれ。エンマチューブカードですよ。富山ゴールか。え、ゴールです。なんという珍しいことが、目的地ホールインワンです。エンマチューブカードでそんなことあんの。チューブカードで見事ホールインワン。エンマこれは驚きました。貧乏神がなんとマスクラ超人です。何もしてねえ。なんとなんと意外な結果、このターンがあっさり終わって松山です。次はマジかい。そんなことあんの。いや驚きました。そんなことある。この後出しじゃんけん感好き。さっきのオレンジカードのやつね。どんなあるんだ、カードでホールインワンできるんだ。はー、チューブカードですね、しかもね。はぁ。で、次回スペシャルできると思うので、ああ、次回、うん、ちょっとまだ分かんないですけど、次回の時に残り5年、うん、次回の配信の頭でチェンジしましょう。そうしましょう。ただしチェンジは、ああ、まあ、犬山から選手をチェンジなんですけど、ね、チェンジは抽選でいきます、はいはい、だから犬山以外でもしかしたらまた強いのになるかもしれないですよ。 いいよ、佐久間になったって変わんねえだろ。これはこれはこれ以上強くならんよ、佐久間になったって。仮にだから佐久間になる可能性はありますよ、いいよいいよいいよ、だって犬山じゃねえもん。佐久間に変わったっていいよ、変わんねえよ。で、はあ、次回の配信、来週の配信、木曜日です。来週は木曜日、3月7日の配信のまあ、スタート時にそのチェンジをやりましょう。チェンジ抽選を行います。じゃあこれお楽しみに。とりあえず今新幹線やって犬山につけるから新幹線カードを使います。15、今ボンビーがついています。さあ犬山につけました。さあ四国松山へ向かって新幹線。今カードかな、やっぱり乗ってんのはカードだな。カードをもらいます。エンジェルカード、ありがとうありがとう。これで今犬山にボンビーがついてる状況です。ここでキングになれば何か展開が変わるかもしれない。3です。頼むキング、あんなにあんなにしょっちゅうなってただろキング。さっぱり来ないんですよね今回。
くじ引きです。外れました。変えるのは犬山だけ全部打ってきてますね。全部変えます？犬山だけでいいよ。犬山だけ変えます、うん、じゃあ犬山だけ変えます。これも無理だよ。5年じゃこんな強さはまくし立てられないんですよ。駅弁屋を買って、キジタも意外と買うんだよな。あ、買わねえんだ。あ、買いませんでしたね。さあ、エンマです。エンマはあっさりとゴールするということがありましたが、エンマは本当実力を発揮できずここまで来ましたね。先週のね、なんか一瞬なんか来るのかって思ったけど、結局ボンビーついちゃってね。そうですね。あと5年という状況、もうすぐ4年になろうってところで、チェンジ選手の交代があります。来週の配信のスタート時に行います。ちょっと犬山だけが誰かに変わるということになります。一回ちょっと新幹線使って、新幹線使う、ボンビーからちょっと離れる。21、これはかなりいくぞ。神戸ってでもさ、神戸かカードか。あ、誰も買ってないんだ。ステーキハウス中華飯店フランスパイヤさあ、海辺飯店神戸支店。まあそうなるわな、中華飯店もう買わなきゃいけないわなでもさ、フランスパイヤの方がいいんだよ。 5% ですね。これはちょっとやっぱりフランスパンですね。中華飯店はちょっと今回はいいかな。あの、この1億円で 1% っていうので壊されたことありますからやっぱね、ちょっとここはちょっとやっぱパン屋さんだけにしときますよね。ちょっともう中華飯店はいいかなと思うんですね。さあ、犬山にボンビーがついている。5です。カードがもらえます。クイズカードを捨てます。さあ、残りこれ決算やって終わりか、あるいはもう一旦ないですね。決算やって終わりですね、きっと。ぶっ飛びカードを手にしました。ああ、ぶっ飛び行くんだ。さあ、キジタです。5マイナス2億。残り年数的に利益出したり買い占め難しいから、それもありかと。売ります。釧路の大市場、釧路売るんだ。おかぶり寿司や釜飯やナス、キジタはなかなか上がれません、ね。エンマはプラスに止まっておきます。570万プラス。このあたりエンマはうまいんですけどね、なかなか実力を出すことができないという展開が続いて、さあ決算。キジタが落ちました。いやー、犬山はもう厳しいね。差が開く一方、キジタがさらにマイナスです。ちょっとかわいそうだな、キジタ。カニ売った、カニ漁船団を売りました。カニの元取れなかった。いやー、犬山ですけど、キジタ、エンマの順、キジタでも3位です。これ本当、ほら、126と26だからね、もう無理だよ、犬山。100億差ですからね。佐久間でも何でもいいや、キングボミー来いってそうですよね、本当、キングボミーが来て初めて何かが起きるかな、みたいな。これは佐久間来たってもう無理だからね、普通に考えてももうできないから、倒せないからね。100億ですからね、何来てもいいわ、もう犬山以外であればいいよ。次、選手交代が、犬山から誰かに選手交代があります。今日は残りも3分半ぐらいになりました。ここまでとなりますが、まあ本当激しい2人の会争いに、海宮ずっと2位なんですけど、なかなか差を詰められず広がる一方です。いや、そうね、決算のたんびにムハウハだもんね。
犬山さん、うん、犬山でこれはって言ってるねそうなんだよ、だから絶対隠れ作までさあ、ではここまでにしましょう、はい、では次回この16年目4月から残り4年、次回全部終われるかもしれません。選手交代で果たして次回奇跡の展開があるんでしょうか、うん、まあ、今日も別の意味で奇跡はありましたがちょい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 チク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 マイナスなんだよぶっ飛びでグアムいくからね今日はそうですね、ぶっ飛びでグアムっていう、うん、安牌かと思ってた、全然安牌じゃなかったですね、うん、ぶっ飛びでグアムに皆さんご注意ください。お疲れということで皆さんありがとうございます。今日もね、たくさんコメントいただいてありがとうございます。ありがとうございます。さあ次回多分2時間特番できればななんて思っておりますが、詳しくはまたね、予定決まりましたらお伝えしますので、そちらの方ご覧ください。まあ、予定で来週は木曜日、3月の7日木曜日、19時あるいは19時半から遅くともスタートしてまいります。どうも皆さんありがとうございました。文雄さん来週頑張ってください。犬山が、まあ、隠れ柵山柵山柵山隠れ柵山から柵山っていうのかもしれないですね確かにね、柵山かもしれないからね、そこが変わってくるとどうなるからな。チェンジ抽選もどうぞお楽しみに。ということで皆さんありがとうございました。ではどうぞ、海海クローン、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。